実験大好き MNL です。今回の話題はハムヘア2024年 YouTuber トークセッションどうだったでしょうか。各 YouTuber のチャンネルでもね宣伝してたと思います。当日参加いたしました実験大好きの目線でどうだったのかっていうところでねご紹介できればと思います。関係者様感謝。初めての試みっていうことで YouTuber のトークセッションさせていただきました。ジャン関係者様本当にありがとうございます。サテライトステージの関係者の方々も本当にありがとうございます。今回 YouTuber を束ねていただいてお声掛けいただきましたワッフル様本当にありがとうございます。でも一番ね感謝したいのが来場者様。とにかく来場していただいた方々本当にありがとうございます。当日なんですけどね我々が喋っていた前の方向からではねお客様まあまあかなと思ったんですけどね実際にご視聴者様からいただきましたね、まあ、写真、まあ、前方から見た写真、後方からね写された写真もね何枚かいただいたんですけどねやっぱり角度が変わりますと違いましたね。人によってねご評価っていろいろと合うと思うんですけどね我々が想定していたよりもね多くの方が来ていただいたと。とにかく来ていただいて話を聞いていただいたことに非常に感謝しております。本当にありがとうございます。こういうイベントってね皆さんとね楽しい時間が、まあ、共有できたっていうんですか。やっぱりトークのイベントですからね一方的な発信じゃなくてねまあお互いにねなかなか会話は成立しなかったと思うんですけどねまあアイトークっていうんですかね喋りながら周りの反応を見ながらね会話できましたからね非常にまあ今回のイベント皆さんと時間を共有できてね楽しい思いできました。話うまいな。ご参加いただいた方々なんですけどねまずはワッフルさんあともち米クラブさん中村遥さんあと総長さんですね。であと友情出演ということでねそば屋の親父さんもね参加していただきました。私が言うのも何なんですけどね一般的に YouTuber っていうのはね生でね見るとねあんまり面白くないっていう噂をよう聞くんですよ。どうしてもこういう動画ってね皆さんちょっと分かってると思うんですけどね編集の仕方とかね、まあ、テロップの入れ方とかね効果音の入れ方によりましてねものすごくねイメージが変わってくるんでね意外とね生の YouTuber 面白くないでっていう話はねよく聞くと思います。アマチュア無線系のね、まあ、YouTuber 私もね今回が初めてだったんですけどねめちゃめちゃね皆さんトーク力があったと。まあ、これにはね私自身むちゃめちゃ驚きました。生でね聞いていただいた方々全員にはねお話なんか当然聞けてないと思うんですけどね意外とね YouTube で見るより生の方がね面白いということでねびっくりされた方も結構多かったと思います。告知力。関係者様一同がね場所提供してくれたんですけどねやっぱり人が少ないなとなるとねちょっと申し訳ないなと。 YouTuber 各局集客頑張ったような感じでした。やり方いろいろと皆さん得意不得意が合うと思うんですけどね、まあ、よく一般に言われます各種の SNS ですね。アマチュア無線系はね、まあ、X っていうんですか、まあ、こちらが得意な方も多いんでね私の方もねいつも X の登録をよろしくお願いしますという形でねアナウンスさせていただいてるんですけどね、まあ、X 中心にした方が多かったような思いです。であとはねやっぱり YouTube 本体、まあ、こちらの方の最初とか最後とかでタイトル自身がねトークセッションしますみたいな形でね結構アピールできたと。でもう一つはハムライフ .jp さんもね本当にどうもありがとうございます。概要欄の方にはねリンク先貼り付けますけどね我々のことをねネットニュースということでね取り扱っていただけたと。かなりのね宣伝効果ハム .jp 様あったと思います。本当にありがとうございます。当然ね、まあ、こういう告知っていうんですか、告知しますとね、まず知っていただくのが重要っていうんですか、何月何日、どこどこでやりますよと、まずこれを知っていただかないとね、話にならないと。次はね、やっぱり面倒です。その場まで来てくださいと。行くだけでも結構今回の ところってね、やっぱ有明です。東京って言いましても広いですからね、足運ぶだけでも時間とお金かかります。で、あともう一点がね、待っていただかないといけないと。まあ普通の方でしたらね10時11時ぐらいに来てね見終わったら帰ると思うんですけどね今回は2時30分閉まる1時間前でしたからね強いて言いますとね皆さん待ってたと思うんですよ。わざわざ待っていただきましてありがとうございます。こうやって皆さんがね集まってくれて待ってくれたと。ですから今回のねイベントが成り立ったと思っております。本当に本当にありがとうございます。こういう報告がリアルタイムにできるっていうんですか、まあ普通でしたらね終わった後1ヶ月後2ヶ月後にねこう文面に上がるっていうことはようあると思うんですけどねこのような報告がね、まあ、すぐにできるところもね、まあ、YouTube のすごいところだと
私自身このね効果についても驚いております。今回はあくまでもトークイベントのお話だったんですけどね、まあ、YouTube っていう媒体自体がねアマチュア無線を世間の方々に知っていただくためのね、まあ、ツールとしてはねやっぱり成り立ってるんだなっていうことをね今回のイベントの集客力でね感じることができました。アマチュア無線いろいろある。アマチュア無線始めたきっかけっていうのがねYouTuber のトークの中でもいろいろとあったと思います。やっぱり始めるきっかけって本当にたくさんありますよね。人それぞれいろいろとあるっていうことをね私自身実感することができました。という話聞きますとねこういう考え方とかこういう切り口があったんだなみたいな形でね意外とねまあその違いに驚かれた方もね多かったと思います。もう一つ気になりましたんがね若者目線で CW むちゃむちゃ関心がありますよということでねまあ総長さんと蕎麦屋のねおやじさんの方がね解説してくれたんですけどねまあ我々自身もね結構関心がある内容だった。特に若者ってねこうショート動画の方をよく見てるそうなんですよ。私の方はねショートほとんど力入れてないんで全くノウハウ長いんですけどね総長さんとかね蕎麦屋のおやじさんの方はね結構ショートで当ててきてて結構なね視聴回数稼がれてるんでねやっぱショートは若者向けに強いぞと。あとはその評判ですよね。生のコメントっていうのも結構返ってきてその中のねお話っていうのも結構聞くことができました。普通ねアマチュア無線って言うたらね最近かっこええって言うてくれる人すごく少ないと思うんですよ。ただ CW に関しましてはね若者自身がねかっこええとかっこええって言うてくれるらしいんですよ。もうとにかくね反響が全然違うと。で若者からこういうことがしてみたいって憧れてますよっていうねラブラブコールがメッセージとなって飛んでくると。もうここはねやっぱり実際にショート CW にも力を入れてるね YouTuber の方のお話でしたからねこれは YouTuber の立場でもねめちゃめちゃ参考になりました。あくまでもね今回のトークイベントだけの話になるとは思うんですけどねまあそれでも今回のねトークイベントね聞きましてねアマチュア無線、まあ、復活のヒントっていうんですか、まあ、この復活って何を指すのかわからないんですけどねやっぱりアマチュア無線を知らない若い方々または忘れてたけどやりたいなっていう方々のねキーワードそういうのをね探すためにはね私自身 YouTuber の立場で立ってはいたんですけどね皆さんのお話聞いたらねめちゃめちゃ参考になったような形です。 YouTuber 仕事が早い。今回ねトークセッション JAL さんの許可をいただいてね動画の方を撮影してたんですけどねこのトークセッションに関しましてはね現在3タイプ多分ね動画が存在していると思います。まず一つがね中村遥さんがね撮影したセッションになります。こちらの方はね複数のカメラがセットされております。仕事が早かったっていうんですかパパパパパってカメラ置かれましてね行きましょうみたいな形でね、まあ、固定カメラをあっちこっちに設置しましてね最後は編集でね、まあ、いい感じにつなげていかれてるんでねこちらの動画はね見応えあると思います。総長さんがね撮影されたバージョンっていうのはね一緒に来場された方がね端っこから捉えてるんですけどねこういう端のアングルなんでねめちゃめちゃまた違う感じで綺麗に映っているととにかくドアップとね私の癖の悪さがよう映ってたんですけどねまあこのアングルもね結構面白いんじゃないかなと思いました。ワークプロさんのねこちらの方の画面っていうのがね全体をね撮影してるんですけどねまあ全体の雰囲気とかねまあ一部お客さんの頭が映ってて申し訳ないんですけどねお客さんの反応は比較的ねこう頭の動きとかねまあこうカメラの動きっていうんですかそういうところはねこちらの方をよく見ていただけるとねわかるんじゃないかなと思います。会場の雰囲気をね知っていただくためにはね一番役立つ動画じゃないかなと思います。であとワークフローさん自身がねワンマントーク実際にねこちらの方にされております。まあこちらはこちらでねニューカマー再開局組へ送るエールということでね、まあ、再開局したいなっていう方背中を押すような内容なんですけどね、まあ、ぜひとも関心ある方こちらの方も見ていただければと思います。まとめの方をさせていただきます。まあ本当今回のねトークセッション関係者の方々本当にありがとうございます。来場された方含めてアマチュア無線の楽しみ方っていうのをね、まあ、短い時間でしたけどねいろいろと共有できたんじゃないかなと思います。私の方はね先ほども説明させていただいたんですけどねむちゃむちゃね参考になったと思うんですよ。まあ実際に皆さんがどこまで参考になったんかね皆さんの価値観合うと思うんですけどね半分ぐらいいや3分の1ぐらいの方はね参考になったんじゃないかなとね個人的には思っております。こういうイベント見ますとね、まあ、YouTuber話が止まらなかったと、まあ、実際に動画見ていただいたら分かると思うんですけどね
もう司会のワッフルさんがねベル連呼しておりましたからね、まあ、ちょっとここで切らないと時間内に終わらないぞみたいな形でね、結構ベルを連呼しているような状況でした。一応動画は撮影できました。まあそれでもね、機会があればね、もうちょっと少しね長めで話したいとかね、もうちょっとね違う角度でね話してみたいなっていう会話もね、まあ終わった後に YouTuber 各局でしておりました。次イベントあるのかどうかもわからないんですけどね、まあぜひとも機会があるようでしたらね、こういうような話時々 YouTuber 各局でね集まりましてねやっていきたいなとねつくづく思ったような次第でした。まあ動画の方見ていただければそこそこね雰囲気わかると思います。ただ実際はね現地に行くとねきっともっと面白いなと思ってもらえるんじゃないかなと思いますからね、ぜひともねご関心ある方生で YouTuber のライブ見ていただければと思っております。私 X の方も始めております。まあちょっとね十分に発信しきれないところは多々あるんですけどね、まあできるだけね、まあこういうイベントに向けての告知に利用していきたいなと思っております。まあぜひともねご登録の方よろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。